山の日の今日、お盆休みをふるさとや海外で過ごす人たちで、交通機関は混雑のピークを迎えます。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前5時半現在、東名高速では伊勢原バス停付近を先頭に32キロ、関越道では高坂サービスエリア付近を先頭に17キロの渋滞となっています。午前10時には東北道の矢板北パーキングエリア付近を先頭に45キロの渋滞が予測されています。各新幹線も下りの混雑がピークで、指定席は始発からほぼ満席です。空の便です。航空各社によりますと、国内線の予約は去年に比べ1割ほど増えているということです。国際線も今日が出国のピークで、成田空港から5万7700人が、羽田空港からは2万6800人が海外に出発します。今年はハワイなどのリゾート路線や、韓国、香港などの近距離路線が人気だということです。